2021年1月6日水曜日の木村佳子の気になる銘柄です。今日のお話はこんなお話です。2021年1月6日水曜日の木村佳子の気になる銘柄です。ただいまの収録時刻は当日の9時17分ですね。さて今日のテーマはバイデン DS のピノキオが世界ナンバーワンのリスクということでお送りいたします。さてですね、2021年の重大リスクがアメリカのコンサルタント会社ユーラシアグループから発表されましたね。まあ、すでにご存知の方が多いと思いますので、トップ10の内容について特に注目される点をご紹介していきたいと思います。アメリカ大統領選挙で浮き彫りとなりましたアメリカ社会の分断は今後も続くとしております。まあ、その影響が国境を越えて広がると懸念してるんですね。まあ、これは日本にも大きな影響があると思います。アメリカ世論の二極化によりまして問題解決へ向けた政治的な妥協が困難となっていますね。富裕層への課税強化や医療保険制度拡充などバイデンさんの公約の実現が不確実となっております。バイデンさんが目指す国際協調重視の外交政策も期待通りにはいかないでしょうとしておりますね。まあ、これはもうバイデンさんがレームダック化していることは周知の事実と思いますので、重大リスクのトップに据えられるのもやぶさかではないかなと思いますね。2020年の昨年の11月3日の大統領選挙は第二の独立戦争だったのではないかと私は思いますね。1回目はイギリスの植民地から離脱するというね、独立戦争がありました。そして今は DS ですね、ディープ〇〇〇のピノキオ状態からの脱却ですね。これを今、トランプさんとバイデンさんで代理戦争化しているというふうに見た方が現実に近いのではないでしょうか。まあ、漁夫の利という言葉がありますけれども、このアメリカの二極化で喜ぶのは誰かということですね。トランプさんとバイデンさんの背後にいる、まあ、DS ですね。まあ、DS の方たちとトランプさん、国民を主体としたトランプ政治ですね。こちらの分断は容易には収まらない。これからも、対立が続くだろう。そのアメリカの二極化で喜ぶのはもちろんですね。まあ、誰もが思い浮かぶここですよね。そして、ここではどういうことが起こってるんでしょうか。世界の金融機関は、中国でアナリストの増強しております。すなわち中国を舞台にしました利益を獲得していこうというね、まあ、DS のグループの一つでしょうね。中国でビジネスを増強しております。そしてその時に必要となりますアナリストを増強してるんですね。JP モルガンチェースや野村ホールディングスなど、まあ、野村もすでにもうバナナですよね。表面は日本企業ですけども、中身は外資という、そういう位置づけで考えた方が現実に近いと思います。グローバル金融機関が中国でリサーチアナリストの採用を加速しております。中国は約5465兆円規模の金融市場の開放を続行中ですね。すなわち日本にしたようなビッグバン状態なんですね。なので外資がもう入れ食いでもうどんどん中国でビジネスをしている状況です。国内アナリスト数は5年連続で過去最多を更新しております。世界の主要銀行12行の株式調査人数は上期1月6月には合計で 12% 減少したにもかかわらず、中国の昨年の登録アナリストは3475人と前年同月比ですね、前年比 8% 増加したと中国証券業協会が伝えております。この数年ですね、ウォール街の金融機関は人員削減を進めておりますけれども、中国は世界的な傾向に逆行しております。中国に乗り込んだ外資がですね、中国アナリストをどんどん採用している状況ですね。その理由ですけれども、ビッグバン、中国版のビッグバンが進んで外資がビジネスをしやすくなっていること、そして新型コロナウイルス化から急速な景気回復や資本市場の拡大が図られること、そして株式から債券商品に至るまでセルサイドアナリストの需要が向上していること、こうしたことから外資が中国攻略を進めておりますね。昨年は外資金融機関による証券事業の全額出資が中国で認められておりますので、採用ニーズが急増してるんですね。すなわちですね、
DS ディープ〇〇〇ですね、中国での利益追求のための第一段階ではトランプさんの対中政策で中国締め付けを利用して、そして中国どんどん言うことを聞くようになった時に、もう中国でビジネスができるという目処がついた時にですね、中国が市場開放を加速化させておりますので、ビジネスとして美味しくなった時点でトランプさんをポイ捨てしてバイデンさんに乗り換えたのがディープね、〇〇〇の正体などではないでしょうか。さてですね、ディープ〇〇〇ですね、国際資本家の利益誘導型ビジネスモデルとトランプさんのアメリカ国民主義とどちらが良かったかと言いますと、まあ、ディープはですね、トランプさんの最初の政治ですね、北朝鮮をまず手なずけて、あれからね、ミサイルあんまり撃ってませんもんね。そして、中国の力を弱めて、アメリカの企業を元気にしていく、減税をして、国民にも利益を分配していく。そうしたトランプさんのアメリカ国民主義の経済政策と、ディープ〇〇〇の利害が一致したのがですね、最初の2、3年だったと思います。ところがやっぱりトランプさんどうしてもアメリカ国民のための政治をしたいということで、ディープ〇〇〇から取ってみると、ちょっと扱いづらくなってきたんじゃないかなというふうに思いますね。そしてディープ〇〇〇はですね、大きく分けて、まあ、金融筋、ウォール街を代表するですね、金融筋、そして、軍産共同体と言われる軍需産業ですね、そして医薬品関係ですね、そして再生エネルギー屋さんもいると思います。それに付随して、まあ、軍需産業の一環としてですね、まあ、クリントン時代には軍需産業から民間に転用する技術がインターネットビジネスにつながったという観点から、まあ、付随産業というふうに分けた方が現実的かなと思いますけどね。まあ、こうしたグループがですね、今どうも仲違いしているような気配ですね。ウォール街ビジネスの方たちは中国っていうのはものすごい金融市場なので、もうそんなうるさいこと言わずにどんどんやっていこうぜって、ビッグバンも実施されてるし、外資がもうその中国ビジネスで潤うチャンスなんだから、もうそんなトランプはポイ捨てしてですね、どんどんやっていこうというね、そういう姿勢が金融筋ですね。そして、一方でですね、まあ、軍需産業など全然ボーイングも抑えませんし、こうした実践をやってもらわないと儲からない企業ですね。こうした企業はですね、なんとかですね、その融和政策を取るバイデンさんをある時ポイ捨てしてですね、そして、中国並びに日本などを煽ってですね、対立軸を高めていって、そして、どんどん実践やっていただいて消費していただきたいという考えの方たちもいると思いますね。そして昨今の流行り病ですね、医薬品会社すごく儲かってると思いますね。効くか効かないかわからないああいうものをバンバン売ってですね、そして、まあ一部にはね、ビル・ゲイツさんがかつてアフリカでやったようなワクチンビジネスで子供がたくさん死んだっていうね、事例もありますのでね、私はワクチンビジネスっていうのは恐ろしいビジネスだなと思ってるんですけども、こうした医薬品グループ、こうした方たちも今潤ってますよね。そしてバイデンさんを担いで再生エネルギー屋さん、見返りが欲しいと言ってるね、再生エネルギー屋さんもいますので、まあ、そうしたグループなどが今、もうトランプでもバイデンでもいいから、どんどんやっていこうよというね、動きがあるんですけれども、どうもそのトランプ側のDS の一部もいるように思いますね。というのもですね、いろいろな動きからどうもそのディープ〇〇〇も一枚岩ではないんじゃないかなと思える節がありますので、一緒に見ていきたいと思います。まあ、一枚岩でないという点でですね、中国をねベースに考えてみたいと思うんですけども、中国はですね、改正国防法を元旦に施行したんですね。昨年の12月26日に成立した法律なんですけども、主権や国家統一、領土の保全のほか発展の利益が脅かされた場合、軍民総動員し全世界の全中国人が協力戦時体制を作るというね、世界各地にいらっしゃる中国人の方たちも全員、中国のために働いてくださいというね、改正国防法ですね。なのでトランプさんは、
どんどんですね、その孔子学院を廃止してですね、こうした改正国防法に備えてですね、アメリカの中から放棄しないようにということでやってるんですけども、この改正国防法、うまく利用してですね、ディープ〇〇〇も利益を誘導したいというね、そうした思いがあると思いますね。なので台湾ですとか、尖閣ですとか、そんなところでですね、何か阻害された時に、阻止された時に、日本と中国かもしれませんし、あるいは中国とアメリカかもしれませんけども、こうした改正国防法を利用してディープ〇〇〇も潤いたいという動きがあると思いますね。そしてですね、金融筋に関わる問題だと思うんですけども、中国政府がですね、インターネット上で様々なサービスを提供するプラットフォーム企業の監督強化を図っています。これはバブル崩壊にもつながりかねないことなので、こちらも注目しておきたいなと思いますけども、こちらは中国で活動をしている金融筋にもメリットにもなるし、そしてデメリットにもなることだと思いますけども、監督強化をしている当局ですけども、プラットフォーム企業は金融業のライセンスを持たずに金融管理当局の監督を逃れている。これは車の無免許運転に等しく違法な金融活動に他ならないとしてるんですね。すなわち外資はどんどんやっていいけれども、中国のドメスティックなプラットフォーム企業は締め付けるというふうに考えるべきなのか、あるいは中国がその外資が膨らましているバブルをコントロールしようとしていることなのか、ちょっと注目していきたいことだなというふうに思っております。そしてですね、中国でいろんなことが起こっている一つの例としまして、中国の電子商取引大手のアリババと傘下の金融会社アントグループの創業者であるジャック・マーさんが昨年の11月から行方不明になってるんですね。その直前にですね、11月の段階でですね、何かその中国当局を批判するインタビューに、中国当局を批判する言葉を言ったと言われてるんですけども、それ以来行方不明になってると。そして、これは考え方いろいろあると思いますけども、ジャック・マーさんはもともと中国共産党の党員でいらっしゃって、そして肝煎りで成長したんですけども、どうもジャック・マーさん目覚めてしまってですね、トランプ化してるんじゃないかなというふうな見方もできると思いますね。中国国民のためのビジネスをしようとして、邪魔になったか、なんか事情があってね、いらっしゃらなくなってるんですよね。で、もう一方で中国内陸部からですね、世界に拡散する感染症は今後ますます増える可能性が指摘されてるんですね。こちら中国を舞台にですね、利権を追求したいディープ〇〇〇、医薬品関連のディープ〇〇〇にとっては、いい傾向ですよね。ディープ〇〇〇っていうのは感染症で非常にビジネスを拡大している医薬品会社もありますので、こうしたことをニュースとして押さえておきたいと思います。そしてですね、中国軍と関連があると言われた、チャイナモバイル、そしてチャイナユニコム、チャイナテレコムですね。こちらアメリカの大統領令を受けまして、ニューヨーク証券取引所から上場廃止手続きを取られていた中ですね、ステイシー・カニンガムさんがですね、社長なんですけども、いきなりその上場廃止手続きそのものを中止すると、もうバイデンになるんだから、もうトランプの大統領令なんか関係ないと言わんばかりにですね、この中止手続きを廃止したと伝えられてるんですね。これに対しまして、ムニューシン、アメリカ財務長官は、同証券取引所のステイシー、カニンガムさんに電話で何してるんだと、反対の電話をかけております。ということは、ディープ〇〇〇にもですね、中国を舞台にして利益を追求していきたいグループと、アメリカの権益を守りたいディープ〇〇〇があってですね、こちらも分断が鮮明化していると見た方がいいのではないかなというふうに思いますね。なので今年のリスクを集約しますと、要するに分断であると思いますね。ディープ〇〇〇も分断してますよね。中国ビジネスで儲けたいとするディープステートですね。あ、言っちゃった。そちらのグループと、アメリカの権益を守っていくディープ〇〇〇ですね。こちらも分断してるんだと。で、最初はトランプが都合良かったグループがいたんでしょうね。中国をどんどん締め付けて、中国をもう本当に震え上がらせて、
外資をどんどん受け入れさせると。これを利用したディープ〇〇〇は、今もうそれが図られたんで、トランプいらないという状態になってるんだと思いますね。で、そこでトランプはですね、そんなことはさせないと。国民不在の利益追求は許さーんということでですね、こちらがもう、USA と連呼されてる、アメリカ第一主義の方たちと一緒になってるんですね。そして、エスタブリッシュメント、すなわち、執事を、ディープ〇〇〇の執事ですね。こちらの執事、これオバマさんも入ってると思いますけどね。このまあ、ピノキオ、バイデンさんですね。こちらを利用して利益を追求する国際資本家にとって、まあアメリカの権益よりも中国の方がパイが大きいじゃないかということで分断してると。こういう構図じゃないかなというふうに思いますね。まあ日本国民もね、いい加減に目覚めた方がいいと思いますね。利用されないことですよね。さて、今日の銘柄です。コード番号3445。RS テクノですね。半導体の会社です。シリコンウェアの再生加工及び販売事業などをしております。まあ、ちょっとね、業績面では課題があります。だけど、チャートはこんな格好なんですね。そして、なぜ注目してるかと言いますと、手堅い投資対象を選ぶことで知られるノルウェー政府がですね、まあ、この会社を持ってるということですね。ちょっと今、値上がり方が急激なんで、高いとこ掴まないようにしたいなと思っておりますけどね。そして、割安なところではチャートがですね、ちょっと底打ちしたかなと思えるですね、買いやすい、4047関東電化ですね。そうしまして、住友金属鉱山もですね、まあ、半導体関連でもありますし、またですね、まあ、有事の時の金ということでですね、注目したい銘柄の一つですね、5713。こんなところを見ておりまして、この後ちょっと雑談をさせていただきます。さて、いかがだったでしょうか。今日はここから少し雑談をさせていただきます。皆様は髪の毛の悩みってあります？私は一定の年齢からですね、なんか髪の毛の質が変わってきたなと思いますね。なんか細さが前の4分の1ぐらいの髪の毛の細さになり、抜け毛もちょっと気になるようになりました。もともとですね、この4倍ぐらいあったんですね。こんな髪の毛の量がもうすごかったんです。で、これは家系的なものなんですね。うちの母もこんな髪の毛多かったと言ってました。で、まあ言ってみれば、なんかマサカリ人形ってあるじゃないですか。だから中学校の時はパツンと切るとですね、もうマサカリ人形みたいな感じになってましたし、まああだ名もですね、木村さんの髪の毛はすごいってことでライオン丸というあだ名がついてたこともありました。でもやっとこれ人並みになってきましたね。で、最近抜け毛、ちょっとこうゴミをこう掃除するときに抜け毛が多いなぁと思い始めるようになりまして、それで義理の母が残してくださった化粧品などを整理してますと、なんか美容院で買われたみたいでザクロのエキスが入ってるものがあって、まあ、これをちょっと使ってみたりするんですけどね。で、一緒に習い事してる女の子が髪の毛の量がすごい増えたんで、なんかしたのって言ったらば、このこれがいいんだってことで、これもつけてみたら、これはすごい効果があってですね、抜け毛がめっきり減りました。でですね、こちらですね、なんかアロマテラピーみたいな感じで使うみたいなんですけども、このちょっと頭の頭皮をマッサージする油なんですけど、そんなにベタベタにならないです。で、私は髪の毛洗った後リンスはしないんですよね。で、洗った後ちょっとこうこれでマッサージするとちょうどいいような落ち着き感があります。それでうちの義理の母はなんかオレンジシャンプーっていうのを使ってたみたいで、すごいお高いので、ちょっと私はまだ買えてないんですけども、小田さんの株主なんで、小田からどんどんシャンプーが来るから、それを使い終わってからと思うと、また次のものが来るっていうような感じで、株主優待シャンプー長者という状態で、まだオレンジシャンプーは個別には買ってないんですけど、それに付随して、頭皮をマッサージするといいですよっていうのを、義理の母が残してくれてまして、これも使ってみております。今までで劇的に抜け毛が減ったのは、これだったですね。アマゾンでも売ってますのでね、ぜひ抜け毛が気になる方は買ってみられるといいと思います。アベダってなってますね。
ぜひね、あの抜け毛が気になる方は買ってみてください。で、私はもう買っただけで満足したでつけないんですよね。だからそれを改善すればまた元のような4倍ヘアになると思います。というわけで、またぜひこうした関連の銘柄探しも励みたいと思っております。それではまた明日もぜひ12時にご覧ください。また明日。さて、いかがでしたか。木村よし子の気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また月の初めの1日正午には月刊木村よし子、そして月に2回、木村よし子の経済都市伝説で面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。